はようございます、こんにちは、こんばんは。占いする爬虫類グリーンイガーナです。本日もよろしくお願いいたします。いつもイグアの方タロットチャンネルをご覧いただいて聞いていただいて誠にありがとうございます。コメントもいただいちゃって私は大層幸せ者でございます。 YouTube でこうしてカードリーディングができて最&こうでございます。今日はいつものようにカードリーディングに行く前に小粋なおしゃべりをさせていただきたいと思っております。今日は排泄物関連のお話じゃないのでがっかりさせてしまったら申し訳ございません。絶対にお一人もいないと思うのでこのままレッツゴーしますね。今日もしっかりカードリーディングさせていただいておりますのでお時間お借りして大丈夫な皆様だけここからはお付き合いください。先日いつものように YouTube を拝見しておりましたら大変興味深い動画に出会いまして、パラノイア有益チャンネルさんという TikTok でもとても有名な方が運営されているチャンネルでして、そのチャンネル内のある動画が突然おすすめに出てきたので好奇心旺盛なグリーンイグアナまんまと再生してしまったところですね、目から鱗がボロボロ落ちまして、前々から自分の中でくすぶっていたものの答えが出た気がしまして、そのことの答え合わせじゃないですけど皆様にちょっと聞いていただけたらなと思って冒頭喋らせていただければと思います。パラノイアさんはとても有名な方なので皆様もうご存知でしたら申し訳ございません。さてそれではグリーンイグアナはどんな動画を見たかというと、総資産1500億円の男アレックス・ホルモ氏が教える達成の6フェーズという動画です。いわゆるビジネス系 YouTube でしょうか、その界隈詳しくなくて申し訳ありません。その界隈に詳しくない占い系 YouTuber なイグアナがなぜこの動画で目から鱗がボロボロだったのか、一旦こちらの動画がどんな動画なのかご説明いたしますね。この動画の概要欄にもリンクを貼らせていただけますので、ぜひとも本物をご覧いただければと思います。めっちゃ再生されているので、いや知ってるよな皆様はおさらいと思っていただければ。アレックス・ホルモジ、32歳、アメリカ。23歳、ジム開業。26歳、6店舗、ジムのライセンスビジネス。世界5000以上のジムにライセンス供与、3000億規模のビジネスポートフォリオ、2023年時点16会社年間300億円、総資産1500億円。ちなみに私はここに出てくるビジネス用語がさっぱり分かっておりません。なのでこのアレックスさんのことはざっくりアメリカで大成功しているどちゃくそなお金持ちだという認識です。このアメリカン大金持ちさんが全ての人は同じフェーズをたどると公言されている動画を解説してくださっているのがこの総資産1500億円の男アレックス・ホルモジが教える達成の6フェーズという動画になります。でこの達成の6フェーズって何ということなんですが、上の図をご覧ください。アレックスさんはビジネスを始めるとき、何かを挑戦するとき、人は必ずこのステップを通るとおっしゃっております。一つ一つのフェーズについて説明をいたします。第一フェーズ、根拠のない希望。副業で月10万円稼ぐとか PC 一つで月100万円稼ぐ方法など楽して稼げそうなあれやこれや、始める前なのでどれぐらい大変かはさっぱりわからないですよね。でも月丸々円あれば欲しかったものが買えて今より贅沢な暮らしができると夢いっぱい漠然とした希望があるというのが第一フェーズです。第二フェーズ、情報による絶望。すごく当たり前のことになりますが、全くのゼロからビジネスを成功させていきなり丸々万円を稼ぐのは難しいです。ゼロから成功している人もおるやんとなるかもしれませんが、下積み時代をあえて隠してアピールするインフルエンサーさん実は大変多いです。もともと他の SNS 等で結果を出していたり、
そこに気づかず自分もいきなり成果を出せるかもと錯覚を起こしてしまうんです。でもやっぱり実際やってみると大変ですよね。インスタだったら見栄えのいい投稿をするデザインスキル、商品を売るなら動線を考える。私もこちらめちゃくちゃ苦手です。呪文のようなビジネス用語、マーケティング用語、その勉強をしつつ投稿をしたりものづくりをしたり、そしてそもそもフォロワーさんを増やさなきゃいけない。このクリエイターさんが飽和状態の時代にセンスピカイチな独自の投稿って、膨大な情報にさらされて絶望してしまうフェーズがやってくるそうです。第3フェーズ、どん底経験。大量の無慈悲な情報にさらされて絶望した後はどん底経験のスタートです。フォロワーさんは全く増えない、なんならちょっと減る。時間をかけて作ってもデビューはゼロ、時給0円生活が最低でも3ヶ月は続きます。希望を持って始めて理想と現実のギャップにほぼほぼ全ての人が苦しめられます。ただこの状況に耐えられるかどうかがこの先の成功につながるかつながらないかを左右するそうです。第4フェーズ、失敗。そしてこのどん底経験のふるいにかけられて 99% の人が進むのがステップ4、失敗です。どん底経験を味わった 99% の人がここで諦めてしまうそうです。もういいじゃないか、十分頑張った、自分には向いていなかった、そもそも時間もお金もなかった、こういった理由を見つけ出して失敗したことを正当化して強引に納得していきます。私にも思い当たりすぎるぐらい思い当たることがあります。いつまでも成功できない人の特徴はこのステップ1から4を永遠にぐるぐるしてしまっているそうです。1. 根拠のない希望に当てられて行動してみる。 2. 現実にボロボロになりながら数日間やってみるものの。 3. どん底経験に耐えられず諦める。 4. 失敗。そしてしばらく経ってまた何か別のことをやってみる。このループだそうです。ではここで諦めずに継続し成功を収める人はどのようなルートを巡るのか。次の現象が起こっていくそうです。第5フェーズ、根拠のある希望。絶望を乗り越えて継続していくと一つのことをきっかけにして根拠のある希望が見えてきます。例えば SNS ですと一本の動画がバズってフォロワーさんが急激に増える、スポーツだと何かコツをつかみ始める、紅白だと今まで何言ってるかちんぷんかんぷんだったのがなんとなく単語のつながりで会話が理解できる。こういった状態をブレイクスルーというそうです。このブレイクスルーする時間が訪れるそうです。同じ希望でもステップ1の希望と違うところは成功までのデータがあるというところです。ステップ1だと根拠がないのでただ漠然とできそうな気がするという自信でしたが、ステップ5ははっきりとした根拠ありの自信です。これは天と地の差です。よく自信が確信に変わるという言葉がありますが、これがまさにそうです。いけるといいなからこれはいくだろう、このマインドに切り替わった瞬間達成したも同然で、ここから一気にステップ6、達成へ到達します。ビジネスを始めるとき、何か挑戦をするとき、人は必ずこのステップを通ります。アレックスさんはこのステップ3、どん底経験の時にここで諦めるな、貫き通せとおっしゃっています。つまり一つのことにフォーカスを当てて一点集中をしろと。一点集中で突き抜けた人だけが第5フェーズに移ることができる。成功する人、願望を達成される方は第3のフェーズを無意識に乗り越えて第5のフェーズに移っていっている人たちです。以上がアレックスさんが提唱している達成の6フェーズの説明でした。パラノイアさんの動画ではさらに詳しく、ではどういったものに挑戦をすれば成功するのかといったテーマで解説してくださっておりますので、ぜひともパラノイアさんの本家の動画をご覧ください。さて、こ
ここからはこの動画を視聴して私が気づいたことをお話しさせていただきたいと思います。達成の6フェーズの第3どん底経験、何をしても結果が思うように出ずに落ち込む期間、これって割とビジネス以外でもある期間じゃないですか。例えば学習やスポーツだとプラトー期と呼ばれる停滞期が存在します。学習や練習を継続していく上での試練の時期と言われています。当初のように目立った成果が現れないことに嫌気がさし、学習や練習を投げ出したくなってしまう時期、これは学習や練習をしていれば必ず訪れます。最も馴染みがある停滞期で言うとダイエットではないでしょうか。飯も制限している、運動も継続している、モデルさんの写真も貼った、でも痩せない、ピクリとも体重が動かない、もうやめたやめたって。ありとあらゆるものというと大げさですが、何かを成し遂げようとするときに必ず第3どん底経験がやってきてねえかと思ったんです。そしてどの挑戦でもこの停滞期というやつを乗り越えるのが至難の業。まさに 99% の人は失敗挫折し、 1% の人は成功達成している。ではこの第3どん底経験期をなんとかかんとかして乗り切れたら 1% の成功する人、達成人になれるということか。 99% の人が失敗し 1% の人しかなることのできない達成人、なかなか大変だけど、でも確かに達成している人、成功している人はいる。その人たちの共通点は継続しているという点ですよね。継続は力なりという至極シンプルな気づきを得たわけです。ここでシンプルな気づきを得た単細胞なグリーンイグアナは思いました。しんどい時期を楽にできれば成功できんじゃね？と。皆さん YouTube で願望達成、願望実現と検索してみてください。まあ大売り出しかってぐらい出てきますよね。流行りに流行りきっている引き寄せの法則はもちろん、マインドフルネス瞑想、聞くだけで願いが叶う、見るだけで願いが叶う、自己啓発、占い、エトセトラ、むっちゃくっちゃある。私も引き寄せの法則は大好きでお世話になっております。そして占いなんかやっちゃっております。このたくさんある中から自分に合うやつをピックアップしてしんどい時期にぶつけてやればいいんじゃね？となったわけです。だって人の数ほど方法があるやんって。何度も言いますが、グリーンイグアナの脳みそはシンプルです。説明しよう。とにかく続けられれば達成できると。なら達成するまでやめなければいい。卵が先か鶏が先かみたいなこと言うてますけど、自己啓発や脳科学みたいな現実的な方法論、引き寄せの法則や神様系のスピリチュアルな方法論、何でもいいんです。自分がしんどい時を上げてくれるツールを見つけて使っていけばいいじゃないか。もちろん目標達成のためにコツコツ続けられる方は才能の塊で大変羨ましい天才さんなので、そのまま成功までゴーしてください。潜在意識を書き換えるなり、ブロック外してみるなり、神に祈るなり、ハイヤーセルフとつながるなり、ホリエモンの YouTube 見るなり、何でもいいんです。自分がしっくりくるやりやすいものをチョイスして、しんどい時期も気にすることなく続けていけば願望は実現します。ただここでちょっと注意点を何点かお話しさせてください。もうわかった十分じゃいな。皆様は楽しいカードリーディングまで進んでいただくか、願望実現のためのベストツールを見つける旅に出発されてください。今現在
皆様なりの願望達成ツールをお持ちで実践されているのであれば心配ないそう。そのまま達成まで行ってまいりなさいよ。なんですが、どうにもうまくいかねえ。引き寄せの法則にしても何にしても言ってることバラバラじゃねとなっている皆様とお話をさせていただきたいです。常にポジティブであれという無茶ぶり、これよく言われますよね。無理ですよね、人間だもの。薬でも手を出さんと常にポジティブにはなれんって、独断と偏見と断言。私の考えではネガティブだろうがポジティブだろうが続けていれば願いは叶うので、別に薬に手を出してまでポジティブでいる必要はありません。冗談。ネガティブが突き抜けてクソったれがやってやんぞーらーってなれる人は OK なんですよ。でも大概の人間はネガティブだとやっぱり自分はダメなんだ、自分なんてどうせってどん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 ダメな理由探しを始めてしまって、早々に終了宣言しちゃいませんか。逆にポジティブに、私は幸運の女神、あらゆる願望は土着そ叶うって意識していたら、なんかトントン拍子に良いことが起きて実際叶っていく確率が高くなる。これは脳の働きも大きいのではと思います。人は自分で意識したものしか見えないし聞こえません。皆さんご経験あるかと思います。朝の占いで今日はラッキーデイです、良いことが起こりますよって言われたら、本当に良いことが起こった経験。逆でも良いです。今日はアンラッキー、怪我や事故に注意してくださいって言われたら、本当に怪我をした経験。これ占いで言われたから脳が意識をしてラッキーなもの、アンラッキーなものを集め出したんです。つまり普段はラッキーカウントしていないもの、アンラッキーカウントしてないものを意識したことでカウントするようになったんです。普段ちょっと髪で手を切ったぐらいだったら、あ、やっちゃった、いたとなるけど、怪我カウントします？脳みそすげえですよね。なのでどうせならポジティブでいた方が良い方向へ行きやすいっていうだけなんじゃないかと。無茶してポジティブにはならんでいいんですよ。ただ聞くところによると、人間は現状維持を強く望んで進んでいく心配性なか弱い生き物だそうなので、やっぱりある程度マインドコントロールした方が良いのかなとは思いますが、でもネガティブになってしまうだ、ポジティブにならんと願い叶わんやんけ、我となって願望達成を諦めてやめてしまう事態になるぐらいだったら、ネガティブでも OK なんじゃねと思います。ちらっと脳は現状維持を強く望むと口走りましたが、人間に備わっている恒常性維持の本能、いわゆるホメオスタシスあるそうです。自己を維持するための本能が備わっていて、我々人間は今のままでいようとするそうです。この本能にとって願望を達成して今の状況とは違ってしまうことは大変な怖いことなんですよね。だから新しいことを始めていくとネガティブになりやすく、無意識にブレーキを踏んでしまうそうです。これは人として正常なことなのですが、願望を達成して違うステージに行きたいときはちょっと遠慮願いたいですよね。潜在意識を書き換えろ、ブロックを外せという唐突なミッションインポッシブル、これもよく言われていますね。潜在意識を書き換えられた皆様、ブロックを外せた皆様、おめでとうございます。ぜひともコツを教えてください。これも先ほどさんざっぱら申し上げた通りなんですが、潜在意識書き換えられない、書き換えなきゃ願い叶わない、ブロック外さなきゃ、ブロック外さないと叶わないとなって、本来の願望達成に向けての行動が妨げられるぐらいなら書き換えなくて大丈夫だし、便座ブロックしっぱなしでよろしです。そもそも、もそもそ潜在意識って書き換えるの大変やん。
潜在意識とは心の奥底にあり本人も気づかない意識のことです。自覚されないが本人の行動や思考に影響を与える秘められた意識です。 by AI。 そして自覚できる潜在意識が脳全体の 5%、 自覚できない潜在意識が 95%。 毎日8万もの情報を無意識に考えているそうな。これ大変やん、骨折りやん。書き換えるっていうか上書きしていくならちょっとわからんでもないんですけどね。この強大な無意識に立ち向かっていくうちに本来の目的も書き換わりそうな気がする。私そういうタイプ。そしてメンタルブロックですよ。なんぞやですよ。人が何かの行動を起こそうと思った際に自分には無理なのではないか、人から批判されるのではないかなどと思う否定的な思考のこと、またはその結果として行動を起こすことができなくなっている状態ですって。外せるなら外した方が良さそうですね。だがしかし、再三申し上げている通り、ここにとらわれてしまって外せないイコール願望達成できないからやめたとなってしまっては元も子もないです。そうなったらより強固なブロックが生まれそうですしね。いろいろ調べてみたら、ブロックとはネガティブな思考が原因になっているみたいなので、外すことにとらわれてしまうとよりそのブロックしている部分を意識してしまって強固なブロックができて、とバレーボール強豪校みたいになってしまうので、願望達成に向けてですよ、トラウマを抱えて苦しんでいらっしゃる方でブロック外しが唯一無二の心の平穏を得られる方法となっておりましたら、ガンガンに外していってください。願望達成へのブロックだけにくぐらせていただくなら、続けてりゃ叶うんだから取り間続けるべというゆるい意識に持っていけば良いのではと個人的に思っております。無意識なんだぜ、 95% もあるんだぜ。無駄な抵抗をやめてコツコツ願望達成に向けて動いてりゃ、そのうち根拠のある希望がやってきて自信がついてじんわーんと 95% の部分に染み渡ってきますって。あとこのブロック外しに関しての書籍を読んでいて、その作者の方が自分はもう運年間ブロックを外し続けていますと書いているのを見て、いや外せてへんやないかいというイグアナ渾身のツッコミが出たんですよね。書籍を出版できるほどの超絶著名人の方でさえ運年間外しに外し続けているんですよ。シンプルしんどいですやん。もうそんなにボールってジャンプできひん、私春子目指してないもん。いやいや言うてますが、潜在意識は書き換えた方が願望達成に向けて勢いづく方はぜひ書き換えていただいて、ブロック外した方がプラスに働くなら外していただく。でもそこに必死になってしまって本末転倒になってしまわないことが大切なのかなと思った次第です。願ったら手放すんか手放さへんのかどっちやねん。これもよく議題に上がっておりますよね。空前絶後のイグアナ的意見としては再三申し上げておりますが、手放した方がどん底経験期を乗り越えられるならそうした方がいいですし、逆ならばフライアウェイしない方が良いですよね。ちょっと脳科学とか心理学的なお話になりますが、人間にとって未来というのは何が起こるかわからない不確定要素の多いものなんですよね。先のことを考えると不安になるものなんです。その不安な未来に対してもう願いが叶った状態でいるという引き寄せの法則的考えは、その未来の不安を軽くすることができるのではないかと。脳は現実に起こったことと想像、空想したものとの区別はついていないと言われております。なので願いが叶った状態でいるということは、不安な未来に対してのストレス値を下げる効果があるのではないかと思います。
不安をなくしてリラックスすることで願望達成へ向けての良いアイデアが浮かびやすかったりするんですよね。じゃあもう脳をドロッドロに甘やかしてリラックスさせて良い状態にしてりゃ楽々願望達成とは Oh no でございます。往年のギャグも決まったところで説明していきます。フリーズしないでくださいね。脳はリラックスしすぎても働いてくれません。適度なストレスが必要なんだそうです。この適度なストレスってやつが肝なのかなと。つまり願望達成に向けて挑戦を続けていくことはたとえ好きなこと得意なことであっても結果が出ないうちはしんどさがありますよね。大きなストレスを抱えた状態ということです。ここで未来は大丈夫と太鼓判をして手放すことでストレスから解放されるわけです。リラックスとストレスのバランスが良くなって願望を達成しやすい状態に持っていけるんですね。ほなやっぱり手放した方がいいやないかとなりそうなんですが、その願望達成に向けて続けていくことがストレスでない場合がある方もいらっしゃると思うんですよね。そういった場合には手元に持っておいて常に願望達成の進捗状況を確認できるようにしておくと脳にとって程よいストレスが加わって良い結果を出すことができるのではないかと思います。ご自身がどちらのタイプなのかを知ること、リラックスとストレスのバランスをとっていくことが大切ではないかと思います。リラックスとストレスのバランスは大事ということで、以下のことでもどっちやねんとなっている方も多いのではないでしょうか。願望は細かく設定した方がいい。例、欲しい金額、叶う時期。いやいやいや、願望は自分にとってのベストなタイミングで叶っていくものだから自然に任せた方がいい。どっち？はい、どちらでも大丈夫です。その心は、細かく設定しておいた方が安心できる方はそうした方がいいですし、逆に設定することで、はあ、あと3ヶ月でここまで達成してなきゃいけないのにできてない、ここまでできていないってことはこれから丸ヶ月までにここまでしなきゃいけないから、ああ無理だ、やっぱり自分には無理なんだ、やめよってなってしまう方は無理に設定しない方が良いですよね。私はこっちタイプです。プレッシャー、自分にとって過度なストレスになってしまうんですよね。そもそも願望達成に向けてしんどい時期をコツコツ続けていくことが知らず知らずのうちにストレスになっているのにさらにストレスを付与するなんて私にはハードルが高い。もちろんスモールゴールというか細かく達成目標を設定してクリアしていくことでモチベーションを保てるという方は大いにやってください。自分のタイプをまず知ることが大事になってくるんですよね。結局のところは他にも毎日ノートに書くとか毎日ワークをこなすとか結構コツコツやる系願望達成方法などもたくさんありますよね。私夏休みの宿題最後の日にまとめてやっちゃうタイプだったんでちょっとこの方法はごめんなさいなんです。いや超個人的な怠け者の意見ですいません。だってそもそも願望達成に向けて毎日コツコツやってるのにさらにもう一つ二つコツコツ追加するっていうね、本当にね、私にとってはこれはストレス値が高すぎるんです。しかしこのコツコツやることできちんと願望達成に向かっているという安心イコールリラックス効果になる方もいらっしゃると思います。または適度なストレスになる方ね。やっぱりご自身がどんなタイプかを知ることが大事になってきますよね。文字通り大事なことなので2回言いました。しつこくてごめんね。あとは願望って一つじゃないじゃないですか。私はたくさんあります。欲張ってます。そのそれぞれの願望に対して願望達成方法を変えるのも良いですよね。この願望はリラックスが大きいからストレス値をもうちょっと上げた方がいいな、こっちはだいぶ大変だからリラックスできるものにしようというふうに世の中にはありとあらゆる願望達成方法、自己啓発、宇宙、神、量子、物理学、エトセトラありますので、鬼のようにメソッドもありますので
自分の願望ごとにカスタマイズしちゃえばいいのではと思います。スポーツや学習、ダイエットなど基礎的な部分のトレーニングはみんな同じことをすると思うんです。ただそこから得意なところを伸ばすか苦手な部分を補っていくかで練習方法、学習方法って違ってきますよね。そしてそれは個人個人で変わりますよね。一昔前はそれこそみんなで同じ練習をして、みんなで同じ飯食って、みんなで気持ち一つにしてってやってたイメージがあるんですが、私はスポーツも学習もそんなな人間なので、あくまでイメージです。今ってそれぞれ個人メニューがあって、その人個人の得意を伸ばし苦手を少なくしていくメニューが組まれていると思うんです。いいですよね。絶対にそっちの方が個人としても伸びるし、チームとしてもレベルアップしますよね。これで言うと願望達成に向けても個人個人のメニューを採用すればいいと思うんですよね。今ある願望達成方法の中から自分はこれがやりやすいな、これとこれを組み合わせてやってみようみたいにカスタマイズしたり、オリジナルのものを開発してやってみたら良いと思うんですよね。私の肌感なので間違っていたら申し訳ございませんなんですが、ことスピリチュアルな世界ってこれが唯一無二な方法だっていうご意見が多いのかなって、知らんけど、人間が違うんで合う合わないってあるじゃないかなって思うんです。だから星の数ほどのメソッドが生まれているわけで、人には人の乳酸菌、人には人のスピリチュアル、グリーンイグアナでええやんってすんごい軽い私のご意見でした。長く喋った割にふんわり着地しましたね。時間泥棒失礼しましただよね。せっかくなので皆様にもぜひお伺いしたいですな。ここまで付き合ってくださった優しいあなた、私はこんなメソッドしてるよ、これやってみたけどめっちゃ良かったような情報をコメント欄で教えてください。あなたの乳酸菌は私にも合う乳酸菌かもしれない。情報を求むです。過去あなたが願望を達成できなかったのは能力がなかったせいでも努力が足りなかったからでもありません。達成するための具体的な方法を知らなかっただけです。誰でも願望達成はできます。どうか皆様に最適な願望達成メソッドをカスタマイズしていきましょう。それではようやっと本業のカードリーディングに参りますよ。お待たせいたしました。本日は皆様の願望達成状況をじっくり見させていただきます。具体的な達成の時期や願望達成に向けてのアドバイスなんかもカードさんからいただいておりますので、ぜひお楽しみください。今日はセブンテーリングを使います。セブンテーリング、セブンテリングの2通りの言い方があるようですが、イグアナ YouTube ではセブンテーリングを採用しております。その名の通り7枚のカードを使って占うスプレッドです。初心者向けとして紹介されることが多い展開方法です。出たカードがそのままメッセージとなりますので、今現在うまくいっていないことの原因、注意すべきこと、方法などをはっきりと示してくれます。1、現在の状況。2、あなたの願望達成を妨げているもの。3、アドバイス。4、行動すべき方向性。5、達成するタイミング。6、未来への展望。7、結果。こちらの順番でカードを見ていきます。1から4の数字の中からお好きな番号、ピンときた番号をお選びください。
絵柄で選びたい皆様はこちらでどうぞ。それでは選択肢1を選んでくださった皆様から鑑定スタートいたします。一旦失礼します。お待たせいたしました。選択肢1です。まず選択肢で選んでいただきましたこちらの3からのメッセージをお伝えさせていただきます。今自分が持っているものに感謝しましょう。毎日が新たな可能性とチャンスをあなたに与えてくれます。自分の活力を高め、健康な体を作ることに集中しましょう。暗い隅に明るい光を当てましょう。正直さと透明さが重要な時です。太陽より。太陽さん、ありがとうございます。内向的な冬のエネルギーや生命力にあふれる春のエネルギーなど、それぞれの季節のエネルギーとつながって過ごしましょう。あらゆることがよりスムーズに流れ、安心を得ることができるでしょう。とのことです。それではセブンテイリング法であなたの願望達成への道筋を見ていきますね。1、現在の状況が10番運命の輪の逆位置。2、あなたの願望達成を妨げているものが12番吊るされた男の逆位置。3、アドバイスがワンドのキングの正位置。4、行動すべき方向性が17番星の正位置。5、達成するタイミングが16番塔の逆位置。6、未来への展望がワンドのエースの逆位置。7、結果が20番審判の逆位置。それではそれぞれのカードを見ていきます。1、現在の状況が10番運命の輪の逆位置です。1、3の現在の状況なんですが、なかなか思い通りに進んでいってないと感じておられるでしょうか。なんか重たいなみたいな、今停滞感みたいなものが大きいかと思いますが、これ1さんが願望を達成するための運の調整が行われている可能性が高いです。動きが悪い時って焦ってしまいますが、ここの流れに逆らわずに待ってください。結果が出ていないからといって新しいことを始めたり、今までやってきたことを急にやめたりしない方がいいです。これから先必ず1さんにとって有益な機会が訪れますので、焦らず待ちましょう。今はタイミングではないというだけですので、思いついたアイデアなどはメモしておくなどして備えておいてください。2、あなたの願望達成を妨げているものが12番吊るされた男の逆位置。休めー、いいから今は休めー。願望達成に向けて続けていくことは必須項目なんですが、1さんご自身を追い込みすぎています。すごいストイック、いいことですよ。プロアスリートも腰抜かす勢い。ただもう限界が近いのではないでしょうか。大変で身も心も余裕がない状態というか、今の願望というのは1さんにとって何を置いても達成しなければならないものという並々ならぬ思いが伝わってくるんですが、そこに集中するあまり視野が狭くなってしまっております。もうがんじがらみになってしまってますよ。一旦休んでください。そして周りを頼りましょう。疲れたって言って大丈夫です。自分がやりたいことだって好きなことだってずっと何日も何時間も続けていたら疲れますから、良い休息を。3、アドバイスがワンドのキングの正位置です。先ほどのカードさんからもアドバイスしていただけたような感じなんですが、さらに上乗せさせてください。
ゆっくり休まれたことによって向上心が高まっていきますので、悩んできたことに挑む時です。願望は叶うという自信と成功の確信を持って、大胆不敵に前向きなアクションを起こしていきましょう。一つのやり方に固執することはないと思います。面白そうと思うことがありましたら、次々チャレンジなさってください。自分のやり方はこうだからとか、このやり方はダメみたいに思ってしまって、ご自身で範囲を狭めない方がうまくいきます。ポリシーやプライドを持って挑むことももちろん大切なんです。1さんはそこはバッチリですので、少し柔軟性をプラスしていただけたらと思います。4、行動すべき方向性が17番星の聖地です。このカードデッキの中で一番好きなカード来た。すごい個人的な趣味趣向の話で失礼しました。このスターさんのカードだけメッセージが書かれているんですよね。 Nothing is as it seems。 見た目通りのものは何もない。深いルッキズムとかも、なんか私の闇の言霊が溢れ出して毒グリーンイグアナに変化しそうなので、ちょっと発言を控えさせていただきます。さて、カードリーディング、カードリーディングと直感やひらめきが備わる時です。明るい展望がありますので、直感に従い可能性だけを信じて追求されてください。すごいですよ、カードさんから願いは叶いますってメッセージが。すっごそうね、スター星ですからね。1さんが輝く星になる時が来たということですので、尻込みせずに今やられていることを追求されてください。5、達成するタイミングが10番塔の逆位置です。近々アクシデントが起こります。大丈夫ですよ、不安にさせてごめんなさいね。このアクシデントは1さんがうっすら予感していたものが現実になっただけですので、被害を最小限に食い止められます。そしてこのアクシデントが見直しの機会となります。このアクシデントを経て新たなスタートを切ることになるんですね。これが1さんが願望を達成するタイミングになります。今違和感を感じていることなどあれば気にしておいてください。アクシデントが起こったことで気持ちが落ち込んでしまうかもしれませんが、これまさにピンチがチャンスに変わるですので、起こった時に来た来た来たと内心ほくそ笑んでいただければと思います。5、達成するタイミングの補足がブルーレーサーゲート。アクシデントに備えるにしても大体の時期が知りたいですよね。ちょっと補足でカードさんを引かさせていただきました。12月とのことで、ちょっと先か、いや備える、準備しておくには十分時間が取れる。これは一つの参考にしていただければ幸いです。せっかくですので、カードさんからのメッセージもお伝えさせていただきます。今のあなたは冷静になると良いでしょう。誰かと争う必要はなく、自分の心に正直になり、心身の健康を大切にしてください。あなたには知恵があり、複数の次元を旅する能力を備えています。精神の穏やかさと平和なエネルギーを思い出して、緊張を取り去りましょう。方向性を決めてから問題と向き合うことで心も落ち着いてくるはずです。6、未来への展望がワンドのエースの逆位置。おや、ちょっとモチベーションが低下してしまっていますね。自信がなくなってしまって挫折しそうになってしまってます。困ったぞ、私が困ってしまったぞ。12月ってお伝えしたのはダメだったか。やはり嘆い、しんどってなってしまいますよね。星のカードさんから願いは叶いますと断言していただいているので、ここでゆっくりでも続けていただいたら大丈夫なんですが、
身近なお友達さんなどから客観的な意見を聞いたり、本を読んだり、YouTube を見るなど、外部にサポートを求めるとモチベがググッと上がってくるかと思います。どうしましょう。今1さんと同じ願望を持っていて、先に成功している方の SNS 見たり、講演会などを開いている方であれば、実際に会いに行くなりしてモチベを上げるっていう手もあるんですが、ダメかな。自分も上がっている時は成功している人を目標にして、私もこの人みたいにって思えるんですけど、ちょっとでも下がっている時ってけってなっちゃうっていうか、特に SNS って強制的に人の自慢話を聞かされる場なので、って筋トレ YouTuber さんが言ってて、首がちぎれるほどうなずいたイグアナです。余裕がある時は成功している影には苦労ありって理解できるんですけど、ないとね、簡単に成功してやがってみたいな妬み、そねみ、恨み、つらみ、てんこ盛りで自分のことまで嫌いになっちゃいそうになりますので、これはもう1さんのメンタルに合わせてご活用していただければと思います。成功している人を見たときは、次は自分の番だっていう暗示っていう人もいますけどね、そう思うようにすればメンタルをそこまでかき乱されないのかな。7、結果が20番審判の逆位置。達成するタイミングでもお話しさせていただきましたが、時期が12月頃ということで、まだもう少し願望達成にお時間をいただきたいところかなと思います。カードさんから過去に固執せず変化を受け入れましょうというメッセージが届いておりますので、もし何度も挑戦をされていて挫折を経験されていたり、同じような壁にぶつかっている場合がありましたら、ご自身の思考や意識の使い方に理由があるのかもしれません。そこに気づかれると次のステップに移ることができて、必ず願望は達成することができます。あまり根を詰めすぎないようになさってください。1さんは才能もあって努力もされていて、人一倍責任感もある方だと感じております。あとは成功するタイミングを待つだけですので、適度に休息を取りつつ日々を過ごされてください。1さんありがとうございました。まずはゆっくり休んでください。ストレスがかかりすぎると心身ともに病が忍び寄ってくる場合がありますので、願望は達成されますので、どうか安心してくださいね。ご覧いただきましてありがとうございます。最後にオラクルカードを引きましたので、もしよろしければ受け取ってください。チューリップ。チューリップの臆するところのない華やかで生命力にみなぎる面を見習いましょう。そして恐れずに自分の足跡を世に残してください。ありのままの自分でいましょう。自己表現しましょう。自分の望む作品を生み出してください。今こそ自分が本当に望む生き方に変えていく時です。お待たせいたしました。選択肢2です。まず選択肢で選んでいただきましたこちらのレイクからのメッセージをお伝えさせていただきます。浅はかな方法を選ばないでください。深くじっくりと調査してください。手を抜かないようにしましょう。あなたには全体像が見えていないかもしれないので、決断には時間をかけましょう。湖より。湖さんありがとうございます。スピリチュアル的には湖は魔法とパワーが宿る場所だったそうです。ニュージーランドのワカティブ湖はその下に眠る巨人と呼吸を合わせていると言われているそうですよ。それではセブンデイリング法であなたの願望達成への道筋を見ていきますね。1、現在の状況がペンタクルのページの正位置。2、あなたの願望達成を妨げているものが4番皇帝の逆位置。3、アドバイスがソードの9の正位置。4、行動すべき方向性がペンタクルのエースの逆位置。5、達成するタイミングが9番
隠者の正位置、6未来への展望が18番月の正位置、7結果がカップの4の逆位置です。それではそれぞれのカードを見ていきます。1現在の状況がペンタクルのページの正位置。はい、お待たせしております、よろしくお願いいたしますね。このカードデッキさんたち、見れば見るほどジョジョっぽいなと思うのは私だけでしょうか。詳しくはありませんので雰囲気だけで物を言っております。ファンの皆様申し訳ございません。お待たせした上に関係ない話をして重ね重ね申し訳ございません。さて今現在の2、3の状況なんですが、地道な実践と集中力が必要な時期に入っております。勤勉さと安定を優先することが大切になってきます。願望を達成するのに大変恵まれた環境が整っておりますので、目の前のことを真面目に丁寧にこなしていただければ大丈夫かなと思います。スピード感よりご自身のペースを大事にされてください。今の時期に手に入れた経験はこの先でかなり役に立つものになりますので、しっかりキープされてください。2あなたの願望達成を妨げているものが4番皇帝の逆位置です。耳の痛いお話かもしれませんが、願望達成に向けて気合が入るあまり少し自己中心的で頑固になってしまっているかもしれません。一人でコツコツとというよりはチームで何かを達成するために頑張っておられますでしょうか。2、3はチームリーダーとして皆さんを引っ張っていかなければいけない立場かな。ご自身の経験とかお考えがあること、それは重々承知しておりますが、ここは少し他の方の意見を聞き入れたり配慮することでことがうまく運ぶという暗示がありますので、ぜひそうした機会を設けてみてください。周りにいる人は敵じゃないですからね。いや、自分一人でコツコツやってますがという皆様も、ご自身のこれまでやってきたやり方に固執せずに他にも良い方法があるかもしれないという視点も持って挑戦し続けていただけたら良いかと思います。3アドバイスがソードの9の正位置です。周りの環境や状況は悪くありませんので、思考を休めてみることをお勧めします。ちょっとね、油断するとマイナス思考に陥ってしまいますかね。備えは大事ですが、2、3が想像されているほど悪いものはないですからね。一度ゆっくり寝ますか。最近寝ているんだけど妙に頭が冴えて、夢見たんだが何なんだがみたいな曖昧な睡眠になっておられませんでしょうか。願望達成へ向けてのプレッシャーみたいなものもありますかね。夢の中まで追いかけてくるみたいな。寝不足になるとマイナス思考が負のループを生みやすくなるんですよね。無理やりでもシャットダウンした方が良いので、YouTube で睡眠深く眠れるとかで検索して聞き流しながら寝ましょう。私も思考が暴走しだした時は聞きながら寝ております。ヨガとかストレッチなど軽い運動をしてから寝るのもおすすめです。4行動すべき方向性がペンタクルのエースの逆位置です。状況は良いのですが、2、3が期待していたような報酬や成果がまだ得られていないのかなと思いました。そのことからの焦りもあって、ちょっと物質主義に偏りがちになってしまっているのかなと思います。そりゃでもやってることの報酬とか成果は早めに欲しいですよね。好きなことをできているだけでも幸せですが、目に見えるものがあればなお良しですよね。それはエゴでも何でもないですよ。当然の感情です。ただそこに執着しすぎても確かにしんどいのかなとも思いました。真の豊かさを享受するためにも心の内面に重きを置いていただきたいです。気持ちを整理し、新しい価値観やコミュニケーションスキルにも目を向けて行動されると良いかと思います。日々
他人と自分を比べるのではなく、自分自身が昨日より成長したかというところに目を向けてみてください。子、達成するタイミングが9番隠者の聖地。ハーミットさんかっこよすぎるじゃろう。目標にしよう。固く決意したところで池王子からのメッセージです。周囲の雑音に惑わされず、自分の道を着実に歩き続けましょうとのことです。この格好でそんなこと言ってくださったら惚れてまうやろう。今願望達成向けて頑張っておられることって、こういきなりバズるみたいな、一つのことがきっかけになって一気にって感じではなくて、2、3が自己を客観的に見つめた先に確実な実績が積み上がって目標を達成していくって感じなんですよね。なのではっきりとしたタイミングというと難しいんですが、日々何かしらの手応えは感じてらっしゃるんじゃないかなと思いますし、ちょっと1枚カード3を引いてみますね。6、達成するタイミングの補足がピンクサファイアです。9月、夏頃ですが、ちょっとあっという間じゃないですか。心の準備しておかなくちゃ。カードさんからのメッセージもぜひ紹介させてください。あなたの心はいつでも愛に満たされ成長することができます。対人関係で悩んでいたら、心を開いて素直な言葉で表現してみましょう。行動や外見の美しさを通して本来の自分を磨くことができます。聖なるサンクチュアリーを輝かせ、魂を育み、人生を楽しみましょう。あなたはすでにソウルメイトと出会っているか、もうすぐ出会うチャンスを迎えています。おらら、恋愛のメッセージも届きましたね。これは9月はいろいろと楽しみが増えましたね。6、未来への展望が18番月の聖地です。ちょっと余計な不安や心配に振り回されてしまっていますね。事実をありのまま見聞きできたのなら、願望達成に対して十分な材料が揃っていますので安心できると思うんです。ただどうしても悪いイメージが膨らんでしまって決断力、実行力がなくなってしまっています。23、その不安や心配は取り越し苦労ですから安心してください。これ満月ですから、黄色いまんじゅうじゃないですからね。あんまりポジティブ言いたくないんですが、ここはちょっとポジティブ思考を収めばいかんかなと思います。23は必ず願望達成しますので、そのイメージを膨らませてください。実際に行動してみることで状況も変わっていきます。不安感に支配されて焦ってチャンスを逃がしてしまってはもったいない。ここ注意が必要です。7、結果がカップの4の逆位置。不安感は動き出すことで確実になくなっていきますので、ご安心ください。願望達成に向けて一人で突き進んでいけたらいいんですが、それはそれで大変なこともあるんですけど、みんなで一つの目標に向かってとなると、それもまた心を合わせるのが大変というね。エネルギーを充電する時間をしっかり取られてください。回復した時にはこれまでとは全く違った方向に物事が進んでいるかのようにサクサク展開していきますよ。日常生活にも新鮮な感覚を取り戻すことができるかと思います。2、3、ありがとうございました。寝てパワーチャージしましょう。睡眠不足は万病のもとです。あと朝ヨガもいいけど、夜に月の光を浴びながらのヨガも個人的にはおすすめです。ご覧いただきましてありがとうございます。最後にオラクルカードを引きましたので、もしよろしければ受け取ってください。シダ、魔法の世界ではシダにまつわる神秘的な秘密同様、種の存在もまことしやかに伝えられています。しかしシダの種は存在していませんし、花もつけません。
種が一瞬でも現れないかと1年も待っている人たちからヒントを得ましょう。ここで一番有益なのは忍耐力を発揮することです。目標達成に欠かせないものはすぐには手に入らないかもしれませんが、焦ってもうまくいきません。お待たせいたしました。選択肢3です。まず選択肢で選んでいただきましたこちらのストームからのメッセージをお伝えさせていただきます。不要なものを一掃するために大きなエネルギーが必要になることがあります。一つの問題がピークに達するでしょう。あなたの体を浄化してください。もう必要ないと感じるものは手放しましょう。何を解放するべきか具体的に考え、痛手をできるだけ負わないようにしましょう。嵐より。嵐さん、ありがとうございます。嵐は巨大なエネルギーを発生させるので、多くの魔女やシャーマンがそのエネルギーを自分のワークや呪文に注ぎ込もうとしたそうです。あなたも安全な場所に立って嵐のエネルギーにつながってみませんか。それではセブンテイリング法であなたの願望達成への道筋を見ていきますね。1、現在の状況がカップの3の正位置。2、あなたの願望達成を妨げているものが12番吊るされた男の正位置。3、アドバイスがカップの9の逆位置。4、行動すべき方向性がワンドの5の正位置。5、達成するタイミングが21番世界の逆位置。6、未来への展望がソードのキングの逆位置。7、結果がソードの8の逆位置です。それではそれぞれのカードを見ていきます。1、現在の状況がカップの3の正位置。おお、おめでとうございます。すっごく楽しそうにしてますね。33だけじゃなくて周りの方たちとも喜びを共有しておられて、ウキウキワイワイされてますね。なんだかとってもお祝いムードなんですけど、この先のカードさんを見る必要があるのか。すでに願望達成されておるかのような雰囲気ですね。カップに黄金の魚が入っていこうとしていますね。これ金運と財運がアップする暗示じゃないですか。浮かれちゃう。もっともっと楽しい時間を共有できる仲間を増やすと相乗効果でもっともっと良くなっていきますよ。みんなで楽しめることを考えましょう。そしてその中でサンサも楽しく遊ぶことが大切になります。2、あなたの願望達成を妨げているものが12番吊るされた男の政治。ちょっとストレス溜まってます。現実的に苦境であってもきちんと事情を理解しておられるので、自己を犠牲にして乗り越えてしまっているのかなと思いました。充実感ももちろんあるので、普段そこまで苦しいって感じはないかと思いますが、結構ギリギリな感じでございますよ。早急に感情や体のデトックスをすることをお勧めします。願望達成のイメージは十分できていると思いますので、実際に行動に移されると良いかと思います。周囲の状況もあって身動きが取りにくいのであれば、冷静に頭を使いましょう。過去や現在、周囲の人や物事を客観的に見つめ直してみてください。3、アドバイスがカップの9の逆位置です。真に欲しいものは何か、本当にこの願望は自分が達成したいものなのか、周囲の人々の期待や夢を背負わされていないかを見直してみると良いかと思います。望んだものには責任が伴いますし、誤った選択や過度な欲望は後悔につながります。カードさんから一時的な障害が予想されますというメッセージも来ておりますので、今一度ご自身の願望と向き合われることをお勧めいたします。現在の状況がとても良いので、ちょっと油断してしまうというか、周囲の人間の中にはサンサの優しさとか自己犠牲につけ込んでくる不届き者がいないとも限りません。搾取されないように気を引き締めましょう。
4、行動すべき方向性がアンドの5の正位置。やはり3-3の周りには野心的な人だったり挑戦的な態度を取ってくる人たちがいるようですね。ちょっとその方たちの対応に精神が削られるところがあるかもしれません。同じ立場で騒ぎ立ててしまうと相手の思うツボですので、努めて冷静に、その手には乗りませんのよって感じで明るく楽観的な態度でいてやりましょう。細々とした嫌なことが蓄積してきて、三三の大事な時間を侵食していっているんですよね。あなたの願望達成に役に立たなそうな小さいものはちょっと脇に避けておく、もしくは細かい作業や仕事を苦にしない人に投げちゃいましょう。私はルーティンワークが苦手なので、そういったことを逆に好きと言ってやってくれる人のことを神と崇めております。スタンドプレーよりチームプレーで進んでください。三三にとって重要な物事は何か、他の人に触れるものは何があるかを再確認していくと良いかと思います。5、達成するタイミングが21番世界の逆位置。ちょっととっさき部分セクシーが爆発してたんで、さらに輝きで目をくらまさせていただきますね。タロットカードさんは魅力にあふれているからもうね。さて達成するタイミングですが、周りとの調和が取れた時とカードさんがおっしゃっておられまして、具体的にどういうことでしょうか。ほう、現在の状況との時にもう願望達成されたかのような応援ムードが漂っておられましたが、それはまだ部分的な成功であって、ここからさらに完全無欠な成功が訪れると、もうちょっと突き詰めていく必要があるんですね。やったー、これで完成だーって盛り上がってる時に、よしもう一踏ん張りぞって改めて踏んどし締めるの大変ですが、これが逆に達成するためのタイミングだったりするのか。具体的な時期はもう一枚カードさんを召喚させてください。5、達成するタイミングの補足がヘマタイト。4月から5月、時期やないかい。早々ですね。そうですね、もう部分的には達成されておりますので、あとは周りとどれだけ協力関係を結べるかですのでね、ちょっと嬉しいですけど、あっという間っぽくてびっくりしております。これまでのカードさんを見る限り時間がかかるのかなと思ったんですが、よかったです。せっかくですのでカードさんからのメッセージもぜひ紹介させてください。あなたはネガティブなことと正面から向き合い、再生のエネルギーに向かっています。現実世界にグランディングして地に足をつけることによって、抑圧されたエネルギーから解放されるでしょう。困難を乗り越えて目標を達成できる自分の力を信じましょう。意志を強く持つことで自信を取り戻すことができます。自分の潜在意識を活性化し、より高い視点から真の自己価値を見ることが重要です。6、未来への展望がソードのキングの逆位置です。客観的でプロ意識の高い人から的確なアドバイスを受けることができそうです。ちょっと見た目からしてとっつきにくそうな印象を受けますが大丈夫です。公平で偏見もないので完璧な仕事をしてくれますよ。ただ感情表現は苦手ですので、さんさんの気持ちを汲んではくれません。ただあなたが常々感じていた細かいストレスを淡々と解消していってくれます。頼もしいですよ。結構な見返りは要求してくるみたいなんですけどね。まあでもただより高いものはないって言いますからね。後からごちゃごちゃ口出してこられるよりは、やってくれたことに対してスパッと対価をお支払いしておいた方が安心です。さんさんもこの方には余計な感情が湧かないので、良きビジネスパートナーを得ることができたと思っていただければ。
7、結果がソードの8の逆位置です。マイナスの思い込みやしがらみから解放されて願望が達成されていきます。うまくいっている時ほど不安感に襲われる時がありますよね。心強い味方も現れますので、心配なことや不安なことは実際に確認をすると案外と早く解決しますよ。妄想や感情に流されずに建設的に物事を考えられるようになりますので、かなり楽になるのではないでしょうか。理想を追い求めるあまりがんじがらめの状態になってしまっているかもしれませんので、一旦完璧主義をやめましょう。サンさん自身はそこまで完璧主義じゃなかったかもしれませんが、周りの影響もあってちょっと息苦しくなってしまっているのかもしれません。すんごい周りが悪いみたいな言い方しちゃってますけど、サンさんへの期待値とか信頼が高まって、知らず知らずのうちにプレッシャーがかかる空間が出来上がってしまっているだけだと思いますので、私は私の理想とペースがありますので任せてくださいってオーラを放っておいてください。サンさんありがとうございました。いろんな方の感情とか情報が入り混じって伝わってきてしまって、カードリーディングがごちゃってなってしまってないか心配しております。サンさん、シンプルにストレスが溜まっていないか心配です。時間をとってヘッドスパとか受けてみてください。ご覧いただきましてありがとうございます。最後にオラクルカードを引きましたので、もしよろしければ受け取ってください。ヤグルマギク。状況はアイデアなどさして重要ではないと思われるかもしれません。けれど雑草でさえ大事なものに変わることがあります。そういったものを無視することなく、時間をかけて真の価値を見出してください。お待たせいたしました。選択肢4です。まず選択肢で選んでいただきましたこちらのウィンドウからのメッセージをお伝えさせていただきます。変化に抵抗しても無駄です。風向きの変化に備えてください。あなたには変化が起こりそうです。備えてください。あなたのことをどうぞ信じてください。風より。風さんありがとうございます。風は何千年もの間変化の象徴でした。その時の立場によって風に向き合うことも利用することも抵抗することもあるのでしょう。それではセブンテイリング法であなたの願望達成への道筋を見ていきますね。1、現在の状況がワンドの10の正位置。2、あなたの願望達成を妨げているものが21番世界の逆位置。3、アドバイスがペンタクルの5の正位置。4、行動すべき方向性が19番太陽の逆位置。5、達成するタイミングがソードのクイーンの逆位置。6、未来への展望がペンタクルの9の正位置。7、結果が7番戦車の逆位置です。それではそれぞれのカードを見ていきます。1、現在の状況がワンドの10の正位置です。これを達成するのはもはや義務？必ず遂行するという並々ならぬ決意を感じます。すっごい危機迫っておりますね。結果に対する全ての責任を負うと。お一人でこれまでとは違った世界で挑戦を続けておられますでしょうか。容量オーバーでございます。お一人で抱え込みすぎて限界が近いのではないでしょうか。このままではゴールに到達できるのか不安な状態です。お一人で全部やらないといけない状態かもしれないんですが、一旦8割ぐらいにしておきましょう。願望達成のためにどうしてもやらなければいけないこと以外は誰かに頼みましょう。このままでは息切れを起こしてしまいます。これ以上増やすな危険です。2、
あなたの願望達成を妨げているものが21番世界の逆位置です。はい、危ない。ちょっとここでもセクシーが溢れておりますので、イグアナの方で抑えさせていただいておりますよ。こちらの方は一見女性に見えますが、両性具有に該当します。下は隠してくださっているんですが、上は丸出しという何とも開放感にあふれておりますね。危ない。さて、カードさんからのメッセージですが、情報に振り回されて集中力が欠けてしまっています。ご自身の強みをしっかり理解し、無駄なところにエネルギーを流さないようにしましょう、とのことです。なかなか全てに 100% を注ぎ込むことは難しいです。蓋を開けてみたら中途半端なものしかできていなかったというがっかりなことも起こるので、今どこにご自身の力を注ぐべきなのかをしっかり見極めることが大事になってくるかと思います。3、アドバイスがペンタクルの5の正位置です。先ほどのカードさんの方でだいぶアドバイスをいただいたような気もしますが、クジャクさんの方からも一言。現状を把握して対処してください。見栄を張らないようにしましょう、とのことです。願望達成に向けてかなりストイックにご自身を追い込んでおられますかね。周囲の方とコミュニケーションをとってください。大変な時は大変やねんっていう、しんどい時はちょっと正直しんどいって伝える、これ大事ですよ。何がしんどいのかをまず自覚する、そしてその状態をどうすれば楽にできるのかを考えていくのがポジティブシンキングですから、全ての負の感情を封印して目を背けてポジティブに出発しても、それは現実逃避ですので必ず歪みが出ます。この歪みが怖い。これまで積み上げてきたものを無にする力を持っていますので、ご注意ください。4、行動すべき方向性が19番太陽の逆位置です。もっと自信を持って行動していただけると良いかと思います。遊び心をプラスされると、もし今行き詰まりのようなものを感じておられる場合には効果は抜群だです。ちょっとパワー不足を感じていらっしゃいますかね。なんだかエネルギーが枯渇しているような、ご自身が考えられていたよりも願望達成に時間がかかってしまっていますかね。でも周りの人はよくぞ一人でここまでってびっくりしていますよ。なんだったらそんなに根を詰めないで休んでって心配までしてますよ。私も倒れないか心配です。わかりやすく脚光を浴びていないかもしれませんが、これからまさにスポットライトが当たろうとしております。なのでその前に息切れを起こしてしまわないように一旦休みましょう。5、達成するタイミングがソードのクイーンの逆位置です。ちょっと意外かもしれませんが、4さんが素直に周りに弱音を吐けた時が達成するタイミングです。これまで理性を重んじて感情を抑え込んできたのではないでしょうか。すごいですね。私は感情が服着て歩いているような人間なので、ここまでストイックになれる方尊敬いたします。見習いたい。でもね、ちょっと周りから見ると完璧主義で欠点を許せないって感じがして近寄りがたかったみたいなんです。サポートを名乗り出たくても拒否されそうで遠慮してたって。4さんが弱い部分を見せたことによってあっという間にサポーターたちが集結してあなたの願望達成に力を貸してくれるようになりますよ。この助け出し出すという申し出断っちゃダメですよ。打算とかなく完全に善意で4さんをサポートしてくれようとしていますからね。5、達成するタイミングの補足がラピスラズリ。9月か12月。え、どっち？カードさん、どっちどっち？あ、すいません。ちょっと大体の時期が分かればと思ってカードさんを紹介したんですが、2択みたいな返事をされまして、
もうここは参考ということにしてください。せっかくですのでカードさんからのメッセージもぜひ紹介させてください。あなたの眠っている才能を開花する時が来ました。古い考えを手放し、より高いレベルへ成長するタイミングです。目先の結果にとらわれず、直感に従って進みましょう。高い視点と広い視野を持ち、瞑想などを学び、直感を鍛えましょう。この世界の知恵と生命力の神秘性を信じることで、あらゆる強運を引き寄せることができます。6、未来への展望がペンタクルの9の正位置です。ご自身の強み、弱みを完全に把握し、周りのサポート体制も整ったことで、4-3の魅力がどんどん高まっていっています。その魅力を活用して成功や富、さらには愛まで大きく得ることができます。ご自身の開花した魅力を無制限に利用しちゃいましょう。今4-3が挑戦されていることで、すでに名を馳せている実力者のような方から目をかけていただける暗示があります。その方の愛情でさらに運気が開けていけそうです。おー、トントン拍子だ。まずは何より4-3がコツコツと育ててきたことがちゃんと形になったということですね。願望は必ず達成されますので、焦らずに丁寧に物事に取り組まれてください。焦っちゃいますけどね、人間だものです。7、結果が7番戦車の逆位置です。結果、もう大成功ってことで大丈夫なんじゃないかと思いますが、なおもうもう一声、衝動的に突き進んでしまうと大きな失敗につながりかねませんので、ここでは一旦冷静に。テンションが上がらない時は今は進めるタイミングではないんだなと思っていただいて、休み休み言ってください。周りの状況も悪くありませんので、4-3の感情のバランスを取りながらで全く問題ありません。ここでお話しすることがないぐらい前のカードさんが良かったので、ほっとしております。4-3ありがとうございました。無理だけはしないでくださいね。未来は明るいですので、安心して進まれてください。ご覧いただきましてありがとうございます。最後にオラクルカードを引きましたので、もしよろしければ受け取ってください。ひよず、あなたの目的地がどこであれ、あなたは最終段階にいます。ゴールはすぐそこですから、目を閉じていても道はわかります。さあ、花冠をいただいて前進しましょう。川があなたを目的地まで運んでくれます。